皆さんには本当にお忙しい中、きっと突然の呼びかけにもかかわらず、これだけ大勢の皆さんが決起大会ということでお集まりいただいたこと、心から厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。ちょうど10日前、青年部が広瀬よ、やっぱり集まんなくちゃダメだよ、大会やろうよ、本当に10日前なんです。それが青年部だけでいいのか、そうだったら女性部も親会もバタバタ、そういう感じでこの大会が作られました。そして今日は佐藤大義氏、知事、そして野田議長帰りましたけども、神谷副議長はじめ県会議員の皆さん、それから猪瀬町長はじめ首長の皆さん、お忙しい中ご出席をいただきました。きっとお手元に通知行ったのは3、4日前だと思います。今すっと帰りましたけど、石坂県議に怒鳴られました。広瀬よ、仲間は分かる、仲間だと思ってるからみんな心配している、だけどお前手紙だけっていうのはふざけてんじゃねえか、もっともっと真剣にやれ。そして知事には広瀬君よ、真剣にやらないと気持ちは伝わらないぞ、首長として気持ちを伝えないと市は動かないぞ、そんな話をいただきました。本当に私自身、皆さんにおんぶに抱っこ、そのパターンで来たこと、大変申し訳なく反省をしました。4年間一生懸命仕事をすればいい、ただその思いだけで突っ走ってまいりました。しかしそれは自分がやっているつもりであって、このことっていうのは歴史が後になって証明をするのである。自分が今一生懸命やってるのはつもりだけなのかもしれない、そのことを思い知らされました。しかし私はこの4年間下野市として町が3つ対等合併をして、みんながなんとなく疑心暗鬼にならないように早く一体感の持てる町づくりをしたい、その思いの中でこの4年間やってまいりました。吹きつかずれ状態であったものも1年ごとに一つずつ一つずつ公平性を保つ、その思いの中で市としての規定を作らせていただきました。また町時代とは違って市は部政を引かせていただきました。市長よ、下野市の規模だったら部はいんないんじゃないか、課で大丈夫じゃないか、多くのところでそういったお話も伺いました。しかし部政を引くことによって幹部職員はそれなりの責任を持つんです。課長時代だって当然だったですけども、部長となれば当然その中で自らの責任の中でさまざまな部分を仕切っていかなくちゃならない。人を作って町を動かすっていうのはそういうことじゃないかな、そう思っています。ですから必ず幹部職員が来るときに、いろんな意見を求めて来るときには、君はどう思うから始まります。これをやらないとどうしても指示を受けるだけの町の体制になっちゃうんです。自らの意見を言うということは市民の皆さんの声をしっかりと聞いて判断をした上で意見を求めてくる、こうでなくては職員は幹部職員とは言われないんです。そういった町づくりをしよう、その思いの中で一生懸命やってまいりました。そしてこの町は、3つの町は本当に皆さん大先輩が
一生懸命やっていただいたおかげで、きっと県内でも有数にインフラの整備っていうのは進んでいる地域であります。社会資本の充実している地域です。一昨年ある全国紙に住みたい都市、住みたい市、全国の微妙なんですけどもランキング12下野市ということで出していただきました。ありがたかったです。あの時最初に電話くれたのは知事でした。広瀬、どういうわけか分かんないけど栃木県の中で下野市ってのが出てんぞ。これは先輩方、そしてやはり医療機関が充実したものがあるということでランキングした形です。私は自分のこの4年間の中で中心としてやってくるもん、これは人間に対する直接投資、これを第一義にしていこう。市のいろいろな施策ってのは当たり前ですけれども市民にとって最高の施策である。道路を作るにしたって便利なために、橋を作るにしても便利なために、学校を作るにしても子どもたちのために、いろんなところで便利なためにと言ってインフラの整備が入っていくんです。でも人間に直接投資をするこの時代に入ったと思います。厳しい中で合併した市です。その中で中学3年生まで医療費は無料化にさせていただきました。厳しい財政の中で子宮頸がんのワクチン、うちの市は全額補助しましょう、その形もやらせていただきました。人間に投資するんです。人間に投資すればこの町に住んでよかった、ここに住んでよかった、ここから離れたくない、ここに住んでる人は仲間にもし何かあんだったら下野市に引っ越しておいでよ言ってくれる、そういう町を作っていきたいんです。一人じゃできないんです。皆さんと一緒に作っていきたい、新しい町づくりをしていきたい、その思いでこの4年間をやってきました。今ややもするとこの世の中いろんな物事を判断するのに損か得か、都合がいいか都合が悪いか、これを判断基準にしてしまう、これがままあるんです。これの前提条件っていうのは自分にとって損か得か、自分にとって都合がいいか悪いか、ただ単に個人にとってっていうのが前提条件になっちゃうんです。でも私らが子供の時は親父おふくろじいちゃんばあちゃんからそれはいいことか悪いことかって必ず言われたと思うんです。皆さんもいいことか悪いことか、これは前提条件はみんなにとってっていうことなんです。きっとそんなことやって分かんないと思うだろう、お前は悪いことやってんだぞ、みんなに分からなければいいのか、お天道様が見てるぞ、必ずそう言って心をしっかりとまっすぐ持てよ、そういう言葉をもらったはずなんです。いつの間にか損か得か、都合がいいか悪いか、自分にとって都合のいい言葉しか吐かなくなってしまった。これじゃあ子供らはここに住んでくれないし、一緒にも住んでくれない時代になっていってしまうんです。私らは子供と一緒に過ごしたいし、ワイワイガヤガヤやって遊んでいたいし、楽しい街を作っていきたいんです。そのための第1期目4年間がやっと今準備段階が済んだところだと思っています。よくいろんなところで合併をして丸4年が経ち5年目に入りました、必ず言います。合併をするってことは合併特例債ってのが使えんだよね、そんな話がありますけれども、それの折り返し地点に来てるんです。さあこれから我々はどういう街づくりをしているのか、まず折り返し時点までは旧三町のみんながいろんな思いをしながら合併した方がいいのか合併しない方がいいのか、
いろんな思いをぶつけ合いながら作った下野市ですから、一緒になった旧三町のみんなにとって最善種の施策を考えてここまで来ました。さあこれからは、さあんじゃあこれから遠くにいる親戚呼ぼうか、子供らも呼び戻してここに住まわせようか、どういった街づくりするか、この段階に入ってきてるんです。これを皆さんと一緒にやっていきたい。そしてさっき冒頭に言いましたけども、住みたい都市ランキング12位をベスト10に入れたいんです。みんなと一緒に、やっぱりここに住んでてよかったよな、そういう街を作っていきたい、その思いの中で今皆さんと一緒に選挙戦を戦わせていただきたいというふうに考えています。10日前にやろうかって言った時、人集まるかな、天気大事かな、いろんな心配あったんです。天気も本当に味方してくれた。そして大勢の皆さんにもここまでこうやって集まっていただき支えていただいた。あとは戦に勝って皆さんと共に町づくりをしていきたい、そう思っています。これからの一月間、皆さんのお力をどうぞお貸しください。そして2期目下野市政を担当させていただけますようにお願いを申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。